国際サッカー連盟 FIFA が11月30日に発表した最新の FIFA ランキングで日本は一つ順位を上げてアジア最高の17位に浮上。一方、今年の国際親善試合で対戦したドイツは先月と同じ16位にとどまった。日本との差が縮んだ事実に韓国メディアも全ては日本のせい。FIFA ランク16位ドイツ、翼のない失墜と報じている。 ランキング表、日本がドイツに2クス。最新 FIFA フフランキング、世界トップ 30& アジアトップ20。日本は昨年のカタールワールドカップ、W 杯のグループステージでドイツを2対1で破った。スペインも同様に逆転勝利で下し決勝トーナメントまで駒を進めたが、クロアチア相手に PK 戦の末に破れベスト16の結果に終わった。それでも2023年、 6月以降の強化試合を含む国際マッチで日本は8区の8連勝。9月に行われたドイツとの再戦では、相手のホームで4-1と大きな点差をつけての勝利を飾った。この一戦の翌日、これまでドイツを率いていたハンジフリック監督が解任され、後日ユリアンナー・ゲルスマン新指揮官が就任している。今年11月に発表された最新の FIFA ランキングで、 ドイツは10月に続き16位。日本が一つ順位を上げ17位となったことで、その差は次第に縮まっている。この現状に、韓国メディア、マイ・デイリーも衝撃。すべては日本のせい、FIFA ランク16位ドイツ、翼のない失墜と、大々的に報じた。ドイツが FIFA ランキングで巻き返しに失敗した。 戦車軍団はこのところの不審でトップ10から弾き出され、16位にとどまっている。悪夢は2022年カタールワールドカップから始まった。グループ E の初戦で日本に1対2と衝撃的な敗戦を喫した。2大会連続の W 杯本大会進出が叶なわないという屈辱を味わった。記事では昨年 W 杯をきっかけに厳しい成績が続いたフリック体制を解雇。その上で、 ナーゲルスマンをヘッドコーチに据え、復活を誓った。10月の親善試合ではアメリカに3対1で勝利。続くメキシコとのオームアップマッチは2対2の引き分けに終わった。復活の兆しを見せたかに見えたが、11月に再び沈んだ、と、トルコに2対3で敗れ、オーストリアには0対2で完敗した直近の連敗にも触れた。また昨年に続き日本との試合で、連敗、 しているドイツに対し、彼らは暗いトンネルに閉じ込められてしまった。2試合で日本に敗れたショックはまだ残っている、と指摘。ドイツがこの状況から抜け出せなければ、来年6月に自国開幕するユーロ2024で再び恥をかくことになるかもしれない。世界サッカー界を代表する優等生として認知されてきたチームが、最大の危機を迎えている、と現状も続く不信を伝えていた。